これからウォーミングアップを始めます。息を吐いて肩の力を抜きます。足を肩幅に開いて全身の力を抜きましょう。まずは手首をブラブラ揺らします。次に手首の外回しです。内回しです。水を切る動作です。腕全体の力を抜きましょう。次に足首です。左足首を外回しします。1回、2回、内回しです。1回、2回、右足首の外回しです。内回しです。次に首のストレッチ、左手を頭に添えます。戻して、反対です。戻して、首を左回しします。右回しです。次に肩のストレッチ、肩に指先を添え肘を前回しします。もう一度。次に後ろ回しです。続いて胸のストレッチ、背中で手を組み腕を伸ばしながら胸を張ります。顎を引いて目線は斜め上です。もう一度。次は肘を90度に曲げ外に開きます。前腕同士をつけてそのまま上げます。腕を下ろして元の位置に戻します。もう一度くっつけて上げて腕を下ろして戻しましょう。次は手の甲を頭の上でくっつけ、同時に左腕を前回し、右腕を後ろ回しします。もう一度。反対回しです。ここでリラックス。腕を前後に揺らしながらスクワットです。膝を軽く曲げて、軽くお尻を後ろに引きます。続いてかかと上げです。上げて下ろして、上げて下ろして、上げたままストップです。お尻をキュッと締めて下ろします。次は足を横に開いて左足に体重を乗せていきます。戻して、次に右足です。戻して、左足を前に出して前に体重を乗せます。戻して、後ろです。戻して、右足前です。戻して、後ろです。続いて全身のリラックス、両腕を全体に巻きつけるようにします。顔は正面を向いたまま、かかとは床から離さないようにします。最後に深呼吸です。お腹に手を当てて鼻から息を吸います。ゆっくりと口から吐いて、もう一度長く長く吐きます。お疲れ様でした。これから活発体操を始めます。足を肩幅に開いて、まずは深呼吸から。吸って吐いて
吸って吐いて、全身の力を抜きましょう。手足を対角線に開きます。左手と右足から。反対です。右手と左足。もう一度、背筋を伸ばして。反対です。次に手首反らしです。左手首を反らしながら左足を前に出します。戻して、もう一度手首の柔軟運動です。反対です。右手と右足。戻して、もう一度。次に足首の運動、左のつま先を上げ下げします。戻して、反対。次に立位バランス、つま先とかかとをつけながら前歩きです。1 2 3 4、後ろ歩きです。一歩一歩ゆっくりと。次に足踏みしながら腕を前に出してグーパーです。腕を横に開きます。次に指折りです。親指から、開きます。次に対立運動、もう一度。応用運動です。親指、人差し指、小指、キツネ。親指、人差し指、小指、キツネ。最後にしっかり指を伸ばしましょう。体全体の運動に戻ります。その場で小回りです。目線は前です。反対回り。体幹運動です。左肘を曲げ、腕を斜め上に突き出します。もう一度、えいえいえい。おー、反対です。えいえいえい。おー、次は脇を締めたり開いたりしながら横へ体重移動していきます。しっかり体重を乗せましょう。戻して、反対です。続いて左足を前に出して右肘を後ろに引きます。戻して、反対です。体幹をしっかり伸ばしましょう。次に膝を曲げて平泳ぎしながら横歩きです。はい、ポーズ。はい、ポーズ。最後は笑顔で、はい、ポーズ。続いてかかと歩き、後ろ歩きです。つま先歩き、後ろ歩きです。次にもも上げです。腕を大きく振って一つ一つの動きをしっかりと。体幹をブラブラしましょう。顔は正面を向いて、かかとは地面から離さずに。最後に片足立ちです。近くの方の肩につかまりましょう。左足から20秒間です。
次に右足。最後に深呼吸です。大きく鼻から息を吸って、ゆっくり口から吐きます。長く長く吐きます。全身の力を抜きましょう。お疲れ様でした。これからクールダウンを始めます。息を吐いて肩の力を抜きます。足を肩幅に開いて全身の力を抜きましょう。まずは手首をブラブラ揺らします。次に手首の外回しです。内回しです。水を切る動作です。腕全体の力を抜きましょう。次に足首です。左足首を外回しします。1回、2回、内回しです。1回、2回、右足首の外回しです。内回しです。次に首のストレッチ、左手を頭に添えます。戻して、反対です。戻して、首を左回しします。右回しです。次に肩のストレッチ、肩に指先を添え、肘を前回しします。もう一度。次に後ろ回しです。次は足を横に開いて左足に体重を乗せていきます。戻して、次に右足です。戻して、左足を前に出して前に体重を乗せます。戻して、後ろです。戻して、右足前です。戻して、後ろです。続いて全身のリラックス、両腕を全体に巻きつけるようにします。顔は正面を向いたまま、かかとは床から離さないようにします。足のマッサージ、左足を下から上に向けて軽く両側から叩いてください。血流の促進を図ります。右足です。最後に深呼吸です。お腹に手を当てて、鼻から息を吸います。ゆっくりと口から吐いて、もう一度。長く長く吐きます。お疲れ様でした。